今日の買い物ね、おこわと雑穀米の和風弁当半額、国産コシヒカリ、醤油、丸ごとソーセージ、ナイスティック、塩ラーメン、マヨネーズ、ペヤングのね、これ夕暮れなし親そばとタンタカちゃん、こんな見たことないから売ってた。あと台湾産バチマグロの刺身が350円ぐらいです。ほら、おにマグロで天の食堂、あたりたいサーモン、サーモンベロにしてあれ、ごちゃごちゃでしょサーモン。で2800円でした。もうスーパーでも高いよね、関係ないコンビニ。何のために生きてるの？くじょ。死にたいよ、よしさん。くど。死にたいよ。くど。どうしたらいい？くど。一緒に死んでくれる？くどちゃん。死にたいから。ため息しか出ないね。お茶爆も上がらんし。それじゃあ13個ね、ノルマ。1300個ね、お茶爆。クロちゃんチュールマグ。ね。はぁ、あ。いや、そんなこと言いたくなるよ。昨日さ、朝からさ、
睡眠時間ね、3時間でね、無理やり起きてジャグラー行ってさ、俺が狙ってた台ね、相手だから、3時間ぐらい粘ってね、400ハマり2回して、1万円入れちゃったからね、投資。2000ゲームで合成が155分の1とかになって、あ、これはもうないなと思ってね、隣の台に座ったんだよ。隣もありそうだったから。押したらよ、ジジイがよ、1000円でさ、ビッグ当ててよ。そっからさ、8連チャンぐらいしてよ、ビッグとバケが。で、合成がさ、110分の1ぐらいまで戻ってさ、ね、1500枚出されて。死にたくなるでしょ？ならないの？みんなじゃあ、そうなったら。隣でさ、連チャン1000円で始まってさ、ジジイが。新エヴァンゲリオンがあって、これで取り返そうと思ってね、やったら、大変なことになったよ。ね。ゼロから500ゲームハマって3万なくなって何もなかった。なんでやっちゃったんだよ。新エヴァンゲリオンとか。クソみてえなんだよ。何も熱い絵しとこなかったよ。500回転何もなかった。3万一気にストレートでやれました。で、4万1000円負け。昨日ショックで配信できなかった夜。その後すぐ家帰って寝て、眠くなって。はぁ、初めてやったよ、新エヴァンゲリオン。あの台。なんか、霊がなんかロングになってるやつ。あれさ、500回転回してさ、俺見たことないんだよ、あのアニメ。なんかあれさ、初代のあのアニメのエヴァンゲリオンからさ、何年か経ってんだ、あれ。なんかみんな大人になってたんだけど。なんかさ、こうやってボタン押してコメント出てくんじゃん。まさか、当時と委員長が結婚したんだよな、とか言ってさ、なんか言って、そうなんだ、と思って。ちょっと経った話なんだ、あれ。あのエヴァンゲリオン。初めて知ったんだよ。知らないキャラがいっぱいいたし。